今回は僕が先日行ってきました6月の15日、6月の16日に行ってきた水木奈々のライブですね。奈々水木ライブジャングル2024っていう、まあ、ツアーにですね、行ってきた僕の、まあ、旅ブログ的な、はい、ちょっとそんな感じのコンセプトでお届けしようかなと思います。本来であればこれプロレス一切関係ないので、サブチャンネルを作って、でサブチャンネルの方でこのプロレス以外のこういうアーティストネタ、まあ、僕のこの旅ブログ系のネタとか、もうプロレス以外のジャンルは他のサブチャンネルで取り扱う予定だったんですけども、ちょっとねそのサブチャンネルを作るにあたってそのサブチャンのコンセプトに結構迷ったりとか、あとサブチャンをねまた作って最初から一から設定するのがめんどくさいなっていう、ちょっとそんなところからね、なかなかねいざサブチャンネルを作って動画を作るっていう、ちょっとそこをねなかなか一歩進められなかったんですけど、まあいつまでもね足止まってても仕方がないので、とりあえずちょっと一本作ってみて、プロレス以外のジャンルのまあ無料サンプル版みたいな感じですね、いわゆる無料カタログ的な感じで、まあそんな形式で、はい、やっていきますので、はい、なんでゆくゆくはこの今回の動画と同じ内容のものを後日サブチャンネルに移行するっていう、まあそんなことを一応考えてるので、はい、一応今回はあくまでまあサンプル例としてお送りさせていただこうかなというふうなところですね。なので普段のねプロレスチャンネルと違って私の口調も少し柔らかいかもしれないです。はい、でなおかつ普段、この僕の動画に登場してくるような人物であったりとか、僕が普段よく喋っているワード、ランクだ、格付けだとか、ゴツゴツだ、石井だ、まさきたみやだとか、そういう単語もおそらく出ることはないですし、もっと言うとよく登場させてもらってるお疲れ様です、ロッキーですとか、おーロッキーとか、もっと言うと、おい辻、ああとか、俺は結局とか、こういう風な普段出てくるような人物も出ることはないので、まあその点を踏まえて、ご了承いただければなという風なところでございます。はい、で一応ちょっともう一個の一応まあその注意喚起として念のためお伝えさせていただこうと思うんですけども、まあいないとは思うんですけど、もし本当にもう感性がバグってる人で、お前このサブチャンネルだとか他のアーティストがどうのこうのとかっていうそういう動画、お前もしかして G1 にヒロムが出なかったからお前もうやけくそになって他のジャンルに逃げるためにこういう動画作ったのかとかっていう風に思ってしまうような人がまあいないとは思うんですけども、まあもしねそういう人が出てくるのじゃないかなっていうために一応言っとくんですけども、そういうことは一切ございませんので、はい、元からこういうね他のジャンルちょっとサブチャン作ってねそういうのちょっとやろうっていう計画は元々からあったんで、うん、まあタイミング的にこのタイミングになったっていうだけなんで、はい、その思い通りにいかなかったからやけくそで他のジャンルやって気持ちを紛らわすためとか全然そんなことではないので、はい、ちょっとそこは誤解せずにいただけたら、助かります。はい、まあそんなとこです。はい、というわけでこんな前置きはさておいてですね、今回の登場人物である水木奈々さんの簡単なプロフィールのご紹介なんですけれども、この水木奈々、名前は聞いたことあるけども実際この人は一体何をしている人なんだって思ってしまった方もまあいるとは思うので、まあ、簡単なご紹介なんですけれども、この水木奈々さん、職業は声優、そしてアーティスト、声優兼アーティスト、こういう風な活動をされている方です。声優デビューが1998年、でその2年後の2000年から歌手としてアーティストとしてもデビューしてます。でそれ以降現在に至るまで声優とアーティスト、この二刀流を現在2024年まで継続されている方です。で生年月日が1980年、で現在ご年齢が44歳ですね。なのでもうキャリアで言うともう20年を軽く超えるもう大ベテランですね。もっと極端なことを言うと、
この今の声優業界、そしてこの水木奈々さんが歌っているこの音楽のジャンル、アニソン、アニメのオープニングなどを歌うアニソンアーティストですね。この声優業界、そしてこのアニソンアーティスト業界のザ・エースです。本当にもっと分かりやすい例で言うと、この声優アニソンアーティスト界の棚橋ひろし、はい、これで見てもらえると一番誰でも分かりやすいかなというふうに思います。でもっとさらに言うと、棚橋ひろしの全盛期のコンディションを維持したまま、現在2024年まで現在進行形でもキレッキレのコンディションで活動している、まあそういう風な形ですね。なので2011年の棚橋絶対王者時代のキレッキレながらスリングブレイドハイフライフローを披露してた頃の棚橋宏のコンディションのまま、ずっと 今現在に至るまでこの声優アーティスト業界のトップの座を張っている、はい、まあこういう風な形で見てもらえると分かりやすいかなって感じですね。なので、まあ、この声優としてのパフォーマンスであり、あとやっぱりこのアーティストとしてのこの歌の声ですね、もう全盛期の声を劣ることもなく、むしろそのね、昔よりも声の質もさらに魅力が増して、ずっともうこのアーティスト、声優アーティスト業界のもうトップオブトップエースですね、はい、っていうのが、この水木奈々さんの簡単なご紹介でございます。はい、ではこっからもう本筋に戻しまして、今回の旅 Vlog 編のコーナーに移ろうと思います。まあ Vlog 言うても動画って全然撮ってないんですよ。本当だったらちゃんと家出るところから車乗ってるところとか、もう至るところ動画撮って、こういうボイスとか一切なしで、単純にもう文字だけで、本当のもうちょっとそれっぽい Vlog みたいな感じで やれればよかったんですけども、本当にこれ動画作る予定じゃなかったんで、全然写真撮ってないんでね。はい。なんで、少なからず僕のフォルダーに残ってる数枚しか撮ってないこの写真からね、ちょっとピックアップして、まあそれっぽい感じの動画作ろうかなと思うんですけど。というわけでですね、今回のこの旅ですね、これは2泊3日の旅ですね。僕が家を出たのが6月の14日金曜日ですね。分かりやすい例で言うと、オールトゥギャザーの前の日です。はい、金曜日に出ました。で、僕は関東に住んでるんですけども、僕の住んでる関東から、今回の目的地、三重県営サンアリーナっていう会場なんですけども、僕の住んでる関東エリアからだと、約5時間40分。まあ、四捨五入して6時間ですね。6時間の距離、距離数で言うと、470キロで、前の日、まあ僕が家を出たのが、ちょうど金曜日ですね。でライブが土曜日日曜日開催だったんで、まず初日の金曜日は、まあ、前乗りで名古屋近辺を、ちょっと用事があったんで名古屋近辺をちょっと買い物しながら、だんだんとこの三重県の伊勢の方に降りていくっていう、そういうルートで僕は今回遠征行きました。初っ端はね、ちょっと名古屋市内を、買い物したり、でそこからもう夕方にかけてだんだんとこの三重県の方に降りていく、そんな感じでしたね。名古屋市内行って桑名で降りて、そっからいろいろ回って鈴鹿ですね、はい、あの鈴鹿サーキットで有名なここの鈴鹿で金曜日は寝泊まりして、翌日のその土曜日になってからこの三重県サンアリーナに、他のルートもいろいろね寄りながら行くっていう感じでしたね。当日ちょっとねこれ雨降っちゃってたんで、うん、まあ天候はねあんまりよろしくはなかったんですけども、はい。でそんやかんやで、これが実際の三重県営サンアリーナの、まあ、外観の絵なんですけど、これサブアリーナとメインアリーナっていう2つ分かれてるんですよね。サブアリーナがここの隣にある小さい会場なんですけども、メインアリーナが本当にもう大きい、キャパが1万人ぐらいでしたかね。1万人規模のメインアリーナと本当に小規模のサブアリーナ2つある感じで、で今回は隣のサブアリーナの方でグッズ売店はがやってるっていう感じで、でコンサートは隣の大きいメインアリーナ、まあ、こういう風に分かれてる形でしたね。はい。でこれがこのメインアリーナのこの会場の図なんですけども、あのこれ実際会場で撮ったんですよ。
こういうアーティストのライブってプロレスの会場みたいに会場の写真って場内に入っちゃうと写真ダメなんですよ。ただこの写真ってその場内に入る前の入り口のところに置いてあるんで、これ確認したらここは写真撮っても大丈夫ですって言ってたんで、まあ一応これね現地の写真なんですけど、まあこういう風なこう配置図なんですよね。で僕がこれ実際座ったのが初日の方がこれアリーナの B5 ブロックっていうところですね。ステージとは少し距離があるんですけども、これ水木奈々さんのこのライブの特徴で、この真ん中にセンターステージっていうのが必ず置かれるんですよね。うん、もう形で言うともうプロレスのリングぐらいのところなんですよね。でその曲によって大きいメインステージで歌うのもあれば、ただ曲によってここの真ん中のセンターステージにでも披露するっていうのがあったんで、ここセンターステージになるとね、ほんともう真ん前なんですよね。だからね、ここの初日に関してはね、かなりの当たり席でしたね。僕も今まで水木奈々さんのライブ、まあそこそこな数行ってますけども、ここのね、ブロックは初めてだったんでね、ちょっと、テンション上がってましたね、あの石板見た時は。まあそんな、なかなかいい席で見ることができたというふうな初日でございました。はい。はい、で、実際のこのライブの公演の簡単な感想なんですけども、いやもう背筋がゾッとする感じの心震える、ライブでしたね。僕も結構いろんなこうアーティストのライブ行ったり、あとまあプロレスとかもね、もう当たり前のように行ってますけども、まあこんだけね、まあそれなりの数行ってると、なんだろうな、心震えるライブとか、心震える試合を見るとかっていうのは、もう本当年間のトータルで結構やっぱ限られるんですよね。そう、毎回毎回見に行くもの全てがもう心震える、もうザ感動したっていう、そのなんだろうな、心震えるまでの感情に至るってことはまあなかなかないんですよね。うん、まあこれ人によると思うんですけども、僕はいろんなところに行く回数が結構尋常じゃないんで、もう行くことが当たり前になってるっていう、そういう癖がついちゃってるのもあるんで、まあ僕は特殊な人間だと思ってもらえれば、はい、まあそんな僕なんですけどもね、今回はやっぱりもう鳥肌が立ちましたね。いい意味での鳥肌。なんだろうな、こう心震える瞬間って、例えばなんかこう曲が始まったタイミングでこう背筋がゾッとする感じとかってあるじゃないですか。もうまさしくその感じでしたね。でこの水木奈々さんのこのワンマンライブって、もうちょうど約1年ぶりぐらいなんですよね。先月5月にやったキングスーパーライブっていう、まあ、音楽フェスみたいなライブでも行きましたし、で12月にファンクラブイベントみたいなのでミニライブみたいなのがあったんですけども、このもう本当に水木奈々の音楽だけのライブっていうのが本当に去年のツアーから1年経ってるんで、正直ねちょっと水木奈々ロスになってたっていうところだったんで、だから1年越しにね、もう今回のライブは、丸々3時間水木奈々の曲を、水木奈々の音楽を堪能できる、空間だったんでね、もうたっぷり3時間、この水木奈々の音楽をね聴けるっていう、本当極上の空間っていうのをですね、改めてこう再認識させられたというふうな感じでしたね。はい、まあそんなところですね。いや細かいところ言ってるとね、もう延々とも喋ってられそうなんで、はい、まあ簡単な感想なんですけども、はい、とりあえずね心震える、背筋が鳥肌が立つ、はい、そんな、まず初日のライブでした。はい、まずそんなところでした。はい、でそんな心震えるライブ初日が終わりましてですね、私が向かった先は、今回の宿泊先のホテルですね、まあ、ホテルというか旅館ですね。これは海の町という、旅館になりましてですね、まあ、場所で言うと本当にもう三重県の伊勢の海沿い山沿いのところなんですよね。僕普段こういう遠征行ったりするときに基本泊まるホテルってなるべく1万円以下にしたいっていう、そういう派なんですよね。だって基本もう寝れればまあどこでもいいよねっていう、まあそういうスタンスなんで。ただやっぱりあのカプセルホテルとかね、あと本当も汚ねえところとかは勘弁なんで、まあ言ってしまうとまあルートインとか東横インとか、まあその辺のクラス、本当にまあ普通のビジネスホテル、そういうところに泊まれれば全然十分じゃんタイプなんですけども、
今回に関してはですね、こういうルートインとかそういうところが近隣で取れなくて、なので、あ、やべ、これ止まるとこねえなと思って、多分今回のこの水木奈々さんのライブの影響によって近隣のホテルが多分だいぶ埋まっちゃったんでしょうね。なんで手頃なホテルっていうのが取れなくて、なので唯一近場で取れるところがここだったんですよね。でここがね、たまたま残り2部屋ぐらいが安いプランがあって、ギリギリなんとかここに入ることができたっていう感じなんですよね。普通のねルートインとかだと土曜日価格でそれでも15,000円とか、そんぐらいだったんですけども、ここはねなんかたまたま安いフェアみたいな、なんかそういうのもあって25,000円ぐらいですか。はい、まあ一泊そんぐらいなんですけども、まあ普段だったらね一泊するのに25,000円とかって絶対払わないよっていうタイプなんですけども、今回に関してはまあ致し方ないなと。でまあ初めて行く場所なんで、まあちょっと観光がてら、まあちょっと奮発してもいいかなと思ってですね、溜まってる楽天ポイントを、半分以上消費して、まあギリギリ1万円前後ぐらいに抑えてここに泊まったという風な感じですね。はい、はい、で実際ここの海の町という旅館ですね、まあそれなりの値段張ってるんで、まあなかなかいい旅館ホテルでしたね。でここ温泉が有名どころらしいんですよね。なんでここ泊まる時もなかなかいい温泉っぽいなっていう、そういう感じに見えたんで、でまあそれで一応泊まったんですけども、ただなんかね僕が想像してたよりもそこまで大きいような温泉ではなかったって感じですね。この写真、あのパンフレットからちょっとお借りした写真なんですけども、この写真で見るとねなんかすげえ良さそうな、すげえなんか立派だなって感じだったんですけども、あ、別にいい悪いとかじゃなくて、なんか思ってたよりもちょっとちっちゃかったなっていう、そんな感じでしたね。はい、でもなかなかいいところでした。はい、はい、で僕がね密かに楽しみにしてたのが翌日の朝食っすね。多分こういう旅館の朝食って相当味がうまいだろうなと思って、ちょっとこの朝食をですね今回の遠征でかなり楽しみにしてて、まあそれがまあこの朝食なんですけども、一応これ一応動画撮ったんで、はい、まあっていう風な感じが今回のこの朝食のラインナップだったんですけども、いややっぱ味はめちゃめちゃうまかったっすね。で分量がねやっぱ朝食なんでそんなにボリューミーじゃなくて程よい分量なんですよね。この鍋みたいなのも、あ、もう少しぐらい食べたいなぐらいの微妙な、もうほんと少量に近い感じなんですけども、でもこの少量ぐらいがねすごく朝食っていう面でいい味を出してるんですよね。でこの鮭もねかなり美味しかったっすね。なのでやっぱりね、朝食期待してた通りの、いやむしろちょっと期待以上だったって感じですかね。はい、ただね僕がねちょっと気になったのは、ここの朝食会場ってなんかこういう個室みたいなところにこう案内されるんですよね。でまあそれはいいんですけども、この朝食会場に行った時にスタッフさんがもう5、6人ぐらいもう整列して立ってて、でこの入ってくるこのお客さんに全員がこう一礼していらっしゃいませみたいな感じで、要はもう堅苦しいところなんですよね。僕こういう高級旅館的なところって普段泊まったことがないんで、だからこういうガチガチのザ高級ですみたいな、ザお客様のためにみたいな、そういう感じのコンセプトで来られると、えみたいな、逆にちょっと僕も構えちゃうっていう。僕普段泊まるのはもうルート品とかそういうところのどうぞご自由にお取りください形式の、このビュッフェスタイルの朝食スタイルとかばっかり言ってるんで、だからこのねいきなり朝っぱらからこんなに堅苦しく整列していらっしゃいませみたいな、でなんかこんな立派な個室みたいなところに案内されるっていうね、ちょっと僕は慣れてないんで、ちょっと僕はやっぱりこういうそこそこ値段張るような、旅館系、ちょっと僕の性格的には合わないんで、まあやっぱり味は美味しかったんだけども、
僕のこの生活スタイルとかその辺を考えていくと、まあルートインぐらいが一番ちょうどいいなっていう、ちょっとそういうのも改めて感じたっていう、そんな朝食でしたね。はいはい、以上です。はい、でそんな朝食食い終わって、まあなんだりかんだりして、でチェックアウト10時で、その後時間的に余裕あったんで、この間オールトゲザーの感想動画上げた例の足湯の場所兼このホテルの中庭ですね、ここなんか誰もいないしいいなと思って、ちょっと余った時間使って足湯とか浸かりながらここでオールトゲザーの感想もろもろ喋ってたっていう、はい、そんな感じでした。ここもね、雰囲気がね、めちゃめちゃいいんですよね。もうすぐ目の前で海が見えるんで。で、天候もちょうどこの日の日曜日は、もう天気バリバリ晴れてたんで、なんか天候的にも、で、雰囲気もいいんでね、ちょっとここで感想喋ろうかなと思って、ここでオールトゲザーの感想喋ってました。はい。で、ちょうどオールトゲザーの感想を喋って、ちょっと軽く編集したり、なんだりかんだりしてたら、もうちょうどいい時間になったんで、ライブ会場に向かってっていう感じですね。今回3時開始だったんで、割と早い時間だったんでね、時間も割と有効的に使うことができたんで、結構、はい、いい感じでしたね。やっぱこの日晴れてたんでね、すごくいい形で、2日目も行けましたね。で、まあ実際のもうこれ感想はもうさっきと同じように、あ、もう極上の空間、もうこれに尽きるっていう感じですね。はい、まあ、今回のこの水木奈々さんのライブ、ちょうど今週の土日、そして再来週の土日、そしてまた再来週の土日、今月もう毎週土日に、各地でライブがあるんで、とりあえず今週は宮城ですね。宮城2日間行って、でその翌週は和歌山ですね。はい、まあこういう感じで今週はもう、今週の土日はもう水木奈々の極上の空間を、浸りに行くっていう、そんなスケジュールが出来上がってますっていう、はい、まあそんなとこですね。はい、というわけで、ちょっと今回初の試みで、まあ需要があるとかないとか、まあそれは置いといたとしても、まあ僕のちょっと思い出ノートの一個的な部分も含めてですね、ちょっとご紹介させていただきました。はい、まあちょっと今回試し切りなんで、なんか機会あったら、まあ機会あったらっていうか、次こう仙台行く時も、これはこうやってあだこうだ喋んないで、本当に私のノーボイスで Vlog 形式でねやろうかなと思ってるんで、その頃にはサブチャンでやってるかもしれないんで、はい、まあそんなところもろもろって感じですね。はい、まあ需要があったないとか別にして、はい、とりあえず最後までご視聴いただいてありがとうございました。はい、またあげたらよろしくお願いします。 See you next time.